皆さんお疲れ様です。さっちょこです。エリナです。エリナです。お願いします。はい、今日は縦動画です。この縦の漢字から何かお察しいただけるかなと思うのですが、今日はインスタのエモいフィルターを紹介していきます。なんか結構ストーリーとかでなんかエモいフィルター見ると思うんですけど、意外とインスタのフィルターって探しづらいというか、確かに発掘する感じがあるので、今日はちょっと私たちがおすすめしたいフィルターを紹介していきます。まず1個目のフィルターはこちらです。推薦理由。推薦理由、文字が可愛いな、手書きっぽい感じの可愛いなっていうのと、素敵な休日っていう。で、私が推したいのが、はい、2個目、こちら。みんな好きそうかなと思って持ってきました。映像がちょっとふんふんしてるのとキラキラが一緒についてる感じです。はい、お二人いける？開けた。これ愛ってやつです。これはね、シンプルに顔が盛れるのと、ここの面積が変わるので、ちょっと盛れる。あとリップもね、ふわっと赤っぽい感じでつくから、盛れるんですよ。これ、なんかチークもちょっとついてる気がする、これ。これ、切り替えもできるよね。おなご。はい、愛でした。一番盛れる。50秒ぐらいじゃないのかな。これも本当が可愛くて持ってきた。3つ目。死んでたまるか。これもナチュラルに顔盛り。インスタのこういうフィルターってさ、この盛れ具合がちょうどいい、なんかギュンってなったりしないじゃん。分かる。ナチュラルに盛れるのがすごい。これか。これさ、なんか昔のテレビのさ、テロップみたいで可愛いな。よいしょ、数より悩んちゃった。はい、このフィルターはフィルム風のフィルターですね。チカチカしてて色味とかが可愛いなと思って入れてみました。なんか横にしたら良さそう、あとね、夜景撮るのにね、あれがいい。これこれめっちゃ夜景に合う。この人が出してるねやつ、結構可愛い文字のやつ多いんだよね。これも同じ人。出方はすごくない？すごい。で、こう普通にこうまで。へぇ。っていうね、何この、大丈夫そうですか？はい、今日はインスタフィルターを紹介する回でした。はい、一瞬で終わったんですけど、この今普通に喋ってるところに愛ついてるのね。ちょっとなんかさ、ゲシュタルト崩壊してこない？なんか。そうかな。ぜひインストールしてみてください。ください。今回載せた人たちのいろんな別のエフェクトとかもすごい可愛い方たちを載せていただいたので、検索してみてください。はい。ということで、最後まで見てくださってありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価、あとインスタのフォローもお願いします。お願いします。取れた。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。